本日は本当にたくさんの方に来ていただいて、ありがとうございました。そして何よりもこうやってたくさん素晴らしいメンバーを集めてくれたたくさん、それにスタッフ関係者の皆さんに感謝したいと思います。ありがとうございます。僕はこのような場に立って喋るような本当は人間ではないんですけども、一つだけ胸を張って皆さんに自慢できることが、僕が来て2005年に来たんですけど、この2010シーズンまで6年間本当に自分の全てを捧げて、この松本山田というクラブを大きくしようと思って努力をしてきました。その中で本当にたくさんの人と知り合って、一緒にみんなの力でこう立ち上げてきたのがこの松本山田というクラブです。これから多分どんどんクラブは大きくなります。もっともっとたくさんのお客さんが見に来てくれるようになると思います。いつか J1 の舞台で優勝カップを掲げる、そんなクラブになると僕は今でも信じています。その中で一つだけ忘れないでもらいたいのは、ここに来るまでに本当にたくさんの人たちの力を借りてきました。志半ばでこうしてたくさんのお客さんの前でプレーをすることなく去った選手もたくさんいました。そんな選手たちがいて、このクラブがこうして大きくなってきた、そういうことをどうか忘れずに覚えておいてもらいたいです。6年間という本当に長いような短い間でしたが、たくさんの方に声援していただいて僕は本当に幸せでした。皆さんありがとうございました。
自分自身もまた新しい夢に向かって今頑張っているところです。本当に今までありがとうございました。そしてこれからもまたよろしくお願いします。